今夜は近所にあったらなと思ってしまうクリニックのお話。こちらは6年前悪性リンパ腫という診断を受けた小倉さん。今は半年に一度再発がないか検査している。今回は大腸の内視鏡検査を受けることにした。ちょっと怖いですよね。中なんかできてたらどうしよう。不安を隠せないお母さんを見て、この日は娘のカノンさんが付き添うことに。向かった先は自宅から車で1時間かかるこちらのクリニック。以前治療を受けた病院ではその間待つことしかできず、カノンさんはじりじりとする時間を過ごしたという。すごく不安でした。今どういう状況なのかもわからないですし、心配することしかできなくて。どうぞ。いきます。小倉さんの内視鏡検査の順番になった。ご家族も一緒に見るということで、だからクリーパー脱いで、家族も入れる。そう、このクリニックでは家族が希望すれば検査に立ち会うことができるのだ。大腸の内視鏡検査開始。すると医師が、これ分かりますと今、はい、大腸の奥の方に1センチほどのポリープが見つかった。簡単に取れますよ。はい、家族の質問にも答えてくれる。検査はこのまま手術に行こう。じゃあもうポリープ今から取ります。見ている前でポリープを摘出。ポリープは1個あっただけですね。あとは異常なしでしたので、はい、終わりにします。こんな風にこのクリニックは検査も手術も隠すことなく見せてくれるのだ。ありがとうございました。だから余計な心配をしないで済む。私の知っての不安もすごい大きく解消されますし、こちらの母も言ってくれてよかったって言ってくれたので、お互い患者さんの側も家族側としてもすごい安心。この患者や家族を安心させる医療機関が今夜の主役。愛知県にある大河内内科クリニックだ。専門は糖尿病という内科。同じ規模のクリニックが1日50人程度の患者数なのに対し、ここはその4倍、200人の患者が詰めかけている。県外からわざわざ来ている人もいる。なぜこんなに人気なのか。ここがやっぱり来れば早く不安がなくなるみたいな。ストレスはやっぱりないです。他の病院は行けれない。全然違います。こんなクリニックを作ったのが、ちょっと喉と声が出ないですかね。熱は出ないですか。大丈夫、はい、ちょっと診察を。医師一人で切り盛りするこの男、大河内内科クリニック院長大河内正弘59歳。何かもう医者の方ばかりを向いてる医療があまりにもやられてるので、チーム医療をやることで常識を覆すことを
盛んにうちら取り組んでるんですね。目指すはチーム医療で、医者本位の医療の常識を破ること。では他と何が違うのか。常識破りの仕組みその1、待ち時間が短い。病院の不満といえば、とにかく待たされること。ここも患者は多いが、皆さん口を揃える。待ち時間も少ないですし、助かりましたです。他のところだと1時間とか2時間とか30分もかからなくてすぐ呼ばれる。その鍵を握るのが24人もいるスタッフ。一体何をどうしているのか。この男性で見てみよう。朝9時半、咳が続きやってきた浅野さん。すでに待合室はいっぱいだった。お熱はございますか？30度なめたの今そこで。はい、かしこまりました。浅野さんは症状を書き込み、スタッフに提出。それを別のスタッフが受け取った。実はこの先に患者の待ち時間を短くする秘密が。問診票を持ったスタッフはバックヤードに行くと、電子カルテに打ち込み始めた。これは通常医師が行う仕事だが、先生が診察室でする仕事というか、それを減らすためにできることはスタッフの方で全部やってます。スタッフが事前に済ませておくことで、診察までの時間が 2,3 分短くなる。はい、待合室はいっぱいだったのに、受付から10分で呼ばれた。はい、マオさんは2日前から咳と鼻と出ますかね。あったかたか特にひどいですかね。はい、ですよ。息苦しいとかないですか？ないです。進行期してます。背中の方じゃあしてください。すいません。はい、もう一度進行期してください。診察中にも時間短縮の工夫が。ちょっと一回指かしてもらっていいです？はい、99、酸素は正常ですね。このやり取りを聞きながら、診察室のスタッフが何やら打ち込んでいた。電子カルテに今測った酸素濃度を入れたのだ。通常医師が診察しながら行う仕事をスタッフが代わりにやり、時間を短縮。医師は患者に集中できる。大きく息を吸って止めてください。その後浅野さんはレントゲンを取り、はい、浅野さんどうぞ。再び診察室へ。レントゲンは特に異常なしですね。肺に影は出てないですね。ありがとうございます。じゃあ咳が止まりやすいように、今日は咳止め、抗生物質と、夜も処方箋のやり取りにも、診察室のスタッフは反応。医師の指示した咳止め、抗生物質などを選び、電子カルテに打ち込んだ。OK です。最後に大河内がチェック。浅野さんの診察時間は2回で3分かからなかった。それぞれの診察がこれだけ早いから、患者の待ち時間も短くて済むのだ。お大事なさってください。10時過ぎ、浅野さんは30分ほどで会計まで終了。でもこんなに早いと逆に不安になりません？
この先生の言うことは絶対パソコン中心にやってみるわけじゃないから、患者さんの目見てね、で伝えてくれられるもので、やっぱ安心感ありますよね。常識破りの仕組みその2、診断書も待たせない。こちらの男性坂口さんは健康診断でやってきた。転職先の会社に健康診断書をすぐに出さなければならないという。この診断書の発行の速さにまた驚かされる。